おはようございます。花園大学で禅と心の授業を務めた後、お昼休みに大学の花祭りを行っていました。今回は落成花園幼稚園の園児たちもご参加くださいました。なかなか大学生だけというのではお昼休みに集まってもらうのは難しいところがあります。そこで幼稚園の園児たちにお参りしてもらうようにしたのでした。落成花園幼稚園は花園学園の運営する幼稚園です。大学に歩いてくる園児たちの姿が見えました。子どもたちがいるだけでその場の空気が明るく和みます。幼稚園の園児が代表して献灯献花といって灯明とお花を供えてくれて、そして般若心経を唱えました。その後私が少し法話をしました。幼稚園の園児たちが目の前にいて、その周りに学生や先生方がいらっしゃいます。仏教学の先生方も見えます。佐々木静香先生もお見えになっていました。幼稚園の園児から仏教学の教授までが聞いている中での法話というのはとても難しいものです。しかしこういう場合は幼稚園の子たちに合わせて幼稚園の園児に語るしかありません。大学の先生方に向けた話をしたのでは園児には分かりようもありません。そこで簡単に今日はお釈迦様のお誕生をお祝いする日ですと言って、お釈迦様は今から2500年も前にお生まれになって厳しい修行をして、みんなが幸せに暮らせるのはどうしたらいいか、一つの方法を見つけましたと話をしました。それは何かというと、自分がされたら嫌だなと思うことは人にもしないということです。この一つが実践できたら世界はすぐ平和になります。簡単なことですが大人でもできないのです。自分がされたら嫌だと思っていることをしたくなることもあるのです。叩かれたら痛いのです、嫌なのです。だから人を叩いてはいけないのです。悪口を言われたら嫌なのです。だから人の悪口を言わないのです。自分が嫌だと思うことは人も嫌だと人のことを思いやるのです。この思いやる心が仏様の心です。誰しも人はこの思いやる心、仏様の心をいただいています。そのことを説いてくださったのがお釈迦様ですとお話ししたのでした。私は午前の授業を終えてお昼ご飯を食べる前だったので、園児たちにも今お腹が空いてるでしょうねとお話をしました。私なりに思いやったつもりでありました。しかし後で伺うと、園児たちはその時すでにお弁当を食べた後だったとのことで、なかなか思いやるというのは難しいものです。お釈迦様の言葉法華経に次の言葉があります。129番、すべてのものは暴力に怯え、すべてのものは死を恐れる。己が身を引き比べて殺してはならぬ、殺させてはならぬ。130番、すべてのものは暴力に怯え、すべての生き物にとって生命は愛しい。己が身に引き比べて殺してはならぬ、殺させてはならぬ。生きとし生けるものは幸せを求めている。もしも暴力によって生き物を害するならば、その人は自分の幸せを求めていても死後には幸せが得られない。132番、生きとし生けるものは幸せを求めている。もしも暴力によって生き物を害しないならば、その人は自分の幸せを求めているが死後には幸せが得られる。133番、荒々しい言葉を言うな、言われた人々は何時に言い返すであろう。怒りを含んだ言葉は苦痛である。報復が何時の身に至るであろう、というものです。京都から帰って明くる日に東京の龍雲院に行って背書きの法話を務めました。幼稚園の園児たちに話した内容を伝えて話をしました。人のことを思いやる心を皆生まれながらに持っているのです。
そのことを実証する例としてこんな話をしました。新聞の投書にあった話です。80代の女性の方の投書です。子供が3歳というのですから、5、60年ほど前のことでしょうか。ある時その子がいつも暴力を振るうガキ大将に叩かれて帰ってきたというのです。お母さんは、あなたが悪くないのだったらやり返しなさいと言ったそうです。男の子は負けてもそのくらいの気概は欲しいと思ったのでした。ところがその3歳の子が、お母さん、叩かれるとものすごく痛いんだよ。僕が叩いたらあの子も痛いだろう。だから僕は叩かないよと言ったのでした。僕が叩かれると痛いのだから、あの子も叩かれたら痛いだろうと、これが思いやる心です。その心を生まれながらに持っていたのです。親から教わったのではありません。親から教わろうとしたのはやり返しなさいということでした。しかし本来持って生まれた心は思いやる心だったのです。そんな話を龍雲院の法話では行っていました。法話の初めには、降る雪や明治は遠くなりにけりという中村草田男の句を紹介しました。これが明治からどれぐらい経った頃の句かというと、昭和6年に作られていますのでまだそれほど経ってもいないのです。今や昭和も遠くなりにけりなのです。龍雲院に初めて来たのはもう40年以上も前になります。当時はまだ本堂も建て替えて間もなく、新しい木の香りがしていました。しみじみと時の移ろいを感じて法話をしたのでした。人のことを思いやる心を慈悲と言い、仏心と言います。その仏心に目覚め、多くの人に仏心の尊いことを知らせようと、ご生涯かけて説法なされたのがお釈迦様なのです。その教えが受け継がれてお寺があり、私たちも教えを学ぶことができるのです。それでは姿勢と呼吸と整えてまいります。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめます。この大地に支えられていることを感じて足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちでお尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていってストンと下ろします。息を吸いながら肩をギューッと持ち上げていって吐くと同時にストンと下ろします。もう一度息を吸いながら肩をギューッと持ち上げていってで吐くと同時にストンと下ろします。最初一息息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや患いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ああありがたいな、嬉しいなと、この思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちでその後は鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。
ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。